品川駅、相変わらず人は多いな。うん、ミスター最寄り駅で切符買っときゃよかった。めんどくさ。切符ゲッツ。あ、やっぱりなんか買うか。スイートポテトありやな。1680円、高えわ、高え。手の数が足らん。大阪方面チケット高すぎるよな。俺はね、この時期新幹線は空いてると呼んでるよ。自由席やけど頼むぞ、のぞみだ。うわ、前の方むっちゃ汚いな。誰か引いてんのかこれ。空いている、ガラガラやな。京都駅到着。寒い。こんなもんか。奈良遠いよな。でも新大阪まで行くわけにもいかんしな。中途半端やねんな、立地が。一旦京都で降りなあかんやん。でもさ、京都からも遠いし、ほんで新大阪まで行ってしまったら、それもそれでまた遠いしで、結局京都で降りるしかないんやけど、京都で降りたところでまだまだその先があるっていう。奈良県へのアクセス悪すぎ。奈良県ってなんだかんだ1300年前は都やったやからさ、それなりの扱いをしてもいいんじゃないのかなっていう気がするんやけど、現代2020年ではそういう扱いはなされていないんやね。ここからはいよいよローカル線の近鉄電車やね。久しぶりやな、近鉄電車。奈良の鹿アピールがえぐいな。全然季節違うけどね。これね、ローカル線あるあるなんやけど、近鉄電車って料金高いねんな。あんま乗りたくないのよ。あれ、ここにあったはずの邪悪なマスコットキャラクターセントくんが消えてる。なんやかんや癖になるから、久しぶりに見んの楽しみにしてたのにな。残念やね、セントくんは大当たりやね。あれマジでインパクトありすぎるからね。他の都道府県のキャラクター知ってる人なんかほとんどおらんけど、セントくんは日本中の人は知ってるもんね。よくあんな邪悪なキャラクター採用したな。担当者にはボーナス弾んであげたいね。これ奈良ってこと？あ、京都か。京都ってことか。似たような都道府県並べやがって。こんな感じか。悪くないな。1号車 3A。 え、タバコ臭い。あ、そういうことか。タバコありで買っちゃったんや。アホやな俺。どうせ空いてるし。最大時到着。エスカレーターが右側になってることに違和感を感じる。犬いる？よし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 、向こう行け。よし、ここちゃんもう大丈夫やから。ありがとう、ありがとうね。なんで加湿器つけてないの？いないよ、そんな。いるよ、 GoPro で撮ってるよ今も。ずっとそう、犬を。もう死んでしまうから、この犬。死ぬ前の姿を残しといてあげないと、せめて。もうじゃああと 2,3 年で死んでまうな。お手5つぐらい餃子。少ないな。反対。よしよし、全然やる気ないな。餃子いらん？餃子いらん。あ、プロテインでいいや。黒いからやっぱあれやな、カメラ映り悪いな。中尾に親子丼買いに行こうかな。季節感ないな。これ正月にやるもんちゃうの？違います、1年中。卵で何か作ったろうか。どんぐり作ろう。ああ、そんなんできんの？ちょっと時間かかるんちゃう？5分、10分。そんな短くでいけんの？じゃあやって。鳥多めでお願いします。鳥？イエス。こうちゃんおいで。え、だってあれ親子丼って言ったやん。親子丼は鳥でしょ。他人は何やっけ、豚？何でもいいよ。テレビないのつらいわ。お母さんなんかようわからんことばっかり言ってくるの。最近あれ YouTube で毒されてるから、ね、5G はやばいとか、ね、わけわからん LINE が多いけど、テレビを見ないといけない。バランスが重要やから、 YouTube しか見てないのはそれはそれでやばいから。よし、一個やな。最近かまへんの？絶対噛んでるわ、いつもそう言うから。それはよくわからへんけど、寄ってくんな。もうちょい向こう行け。舐めようとすんな。高齢者講習受けなあかんかってんやんか、免許の更新で。はい。70後半とかになってきたらダメでしょ。ミノモンタももう免許を返したって言ってたで。あの人は運転してくれる人がいるからええけどやな。あれ、毎年110万円ずつ俺に送金していって、贈与税にしていくから。お母さんの介護状態になったらどうしよっか。なんか安楽死ってまだ無理なんかな。俺も。もう介護できひんから。それやなんて、ココちゃんの介護状態考えて。それは安楽死やわ。国民年金とかで入れる老人ホーム行かなあかんな。介護です。大変や、職員の質悪いで、そんなとこ。今後の日本はそうなるわ。お母さんもそこやわ。よし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 。
でかいな。よし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 。つけてないよ。空気清浄加湿器だけ持っていった。加湿器は寝室に置くもんやで。頼むよ、その辺。じゃあお餅も入れて。入れる。はい。Yes, I do. 横に見といて。あは。ここちゃん行け。行け。食べろ。おて。おて。おて。よし。おては。おて。おて。おて。ほんとちゃんとおて。違う。おて。おい、手あげろ。よし。おて。ちゃんとしろ。よし。よし。おて。手当て。おて。よし。はい。よ。はい。おて。おて。よし。反対。よし。おて。よし。残り10回。おて。はい、散歩行く？あ、もう行く気満々になってるけどね。何が楽しいのかわからんな、毎回同じとこ歩いて。しかも散歩中は全然嬉しそうな顔してないのに、散歩行こうって言ってる時だけ嬉しそうな顔するやろ。わけわからんわ、犬は。散歩行く？散歩行く？たまるのね。お肉が少ないすき焼きだ。すき焼きは焼肉よ。はい、食べます。すき焼きはここで煮込んで味付けも全部するけどね。焼肉やん、鉄板の。まあ何でもいいよ。早っ、もうなくなるやん、うん、また中尾で買ってこなあかんで、ね、これ。これに味付けしたらご飯にかける。ああ、そうやな、卵とじで、うん、どうしようか。はい、じゃあ今から違うメニューに変えます。頑張って、俺は座っとくから。何を使ってんのこれ。こんなに同じ紙ある？広告の紙。こんなに同じ種類の広告ある？それは集めはったんちゃう？あ、誰が作ったの？向かいのおばちゃんがボランティアでなんかそういうのを作って。いや、わからんの作ったの。助かるよ。助かるよ、でも別になくても代用品はいくらでもある。こんなんで助かる言われて。明日帰ります。何とか。いつ空いてるかやな。別に急ぐ理由はないけど。いつでも空いてる。多分ね。親子の卵とじ。そうか。こうちゃんおいで。食べるとこ見したろ。おさり、おさり。よし、見ときや。ほら、美味しそうやろ。見た？こうちゃんおいで、食べるとこ見したろ。おさり。よし、見ときや。美味しそうやろ。見ときや。お。皮あげるわ。座れ、皮で我慢しとけ。いった。美味しそうやったやろ。身をあげたね。はい、狭いリビングでした。帰ります。こうちゃんまたね、バイバイ。じゃあまたね。はい、気をつけて。 See you next week. バイバイ。京都到着7時50分。家着くのは11時やな。やっぱあれやな、実家帰るとやることないな。もう俺の居場所は奈良にはないな。残念やけど、なんだかんだ俺はもう東京の人になってしまったんやろね。京都はエスカレーター左側か。ようわからんな。東京行きの自由席が混んでいる。コロナ全然仕事してないな。全く影響がない。聞いてた話と違うぞ。次奈良帰るのは年末やな。親が死ぬまでにあと何回親と会えることやらって感じやね。